アロハ、みなさん、こんばんは。今夜はね、マウイ島のね、山火事が起こる2週間ほど前にね、私がマウイ島にね、観光に行きまして、その時ね、お世話になったお友達とね、今日お話をしていたんですけれども、死者数ね、いまだにね、政府が発表している数字がね、ちょっと少なすぎるんじゃないかという声もありまして、いまだにね、行方不明者がね、もう本当にすごい数ねの方がいらっしゃいまして、そこのところはね、私もいろいろと調べているんですけれども、よくわからないのでね、まあ現地にいるお友達ならもっとよく知ってるかなと思って今日聞いてみたんですけれども、その友達もね、わからないというふうに言ってましたね。それでね、本当にもうアップセッティングって言ってましたけれども、お友達もね、もう本当に怒りをね、隠しきれないという感じでしたね。で、私もね、いろいろ調べたんですけども、どうやらね、この政府がね、死者の数をね、隠蔽してるんじゃないかというね、皆さんそういう声がね、ありますね。で、このハワイのマウイ島のね、山火事が初めてではないんですよね。似たようなことが2018年ハリケーンマリアというね、もうカテゴリー4、もう巨大なね、ハリケーンがプエルトリコをね、襲った時、プエルトリコの島ね、壊滅状態になったんですね。もうマリアが去ってからもう何ヶ月もね、もう本当にプエルトリコね、もう壊滅状態だったんですけれども、そのね、大型ハリケーンの被害を受けた時も、政府はね、死者の数を64人って言ってたそうなんですよね。まあ、マウイ島の火災とね、比べてはいけないんですけども、もう本当に甚大なね、被害を及ぼしたもう巨大なハリケーンだったんですけれども、そんな災害時の時でさえ、政府はね、64人というね、死者数をね、変えなかったんですね、ずっと。で、ようやく1年後正式に発表しまして、それがね、2997人だったかな、まあ約3000人ね、っていうオフィシャルな数字をね、公表発表したみたいですね。だから、まあマウイ島のね、今回のことも初めてではなくて、政府はね、以前にもそのようなことをね、同じようなことがあったみたいです。まあね、私は何でもね、陰謀論というふうにね、片付けたくはないのでね、本当に私はテレビ見ないわよというね、自負していらっしゃる方にとってはね、あなた何言ってるのと思われるかもしれないんですけれども、まあ、私はね、陰謀論なんていう言葉をね、皆さんが全然知らないような時期から911を経験しているのでね、もう本当にそれこそもう長年ね、陰謀論はもう自分で十分追いかけているので、まあ、それなりにね、知ってると思うんですけれども、まあね、今回のこともね、もう本当にただ捜査が難航していてね、見つからないという風だったらね、まだいいかなというふうに思います。とにかくね、まだ愛するね、家族、お友達見つからなくてね、ほんと毎日毎日気が気でないね、人たちもおられるのでね、早く見つかりますようにと思っています。ということでね、皆さんお久しぶりでした。今日もね、お疲れ様でした。マハロー。